はい、どうも皆さんこんにちは。カエル TV のカエルです。今回はデュエルマスターズ5パック開封をやりたいと思います。ね、狙うはドルマゲドンです。入っているようになってレッツゴー。では1パック目いきたいと思います。この時点でドルマゲドンではありません。ミガサウザンドドラゴン、オーマール、ウビンのムワル、お、ここでプラチナワルス、ワルス、M の悪魔竜成長です。今のカードはベリーゲアですね。では2パック目いきたいと思います。あ、まだドルマゲドンではありません。ダイリオン。集団ガンマドルブロ、純白木ラビガテロン、お、また来ました。今度はスーパーですね。ラストクエスチョンオーパーツ、レインボースパークです。そして1000万ドル円です。それでは次に行きましょう。3パック目、今回レジェンドか何かは欲しいです。オーマール、でもこの時点でドルマゲドンはなくなってしまいました。一撃必殺ロックオン、純白木ラビテロン、宇宙一のカレーパン、勇者一号ハムカツマンエースです。そして最後は何かの説明カードです。では4パック目いきたいと思います。ドルマゲドン来ると嬉しいんですけど、あ、この時点でなくなっちゃいましたね。天皇悪夢 ルーカスレイ、バカ古文大五郎、エッサーエ、準軍隊 X ネオボンバー、反逆狼の紋章、そしてハムカツマンの説明カード。ではラストパックに行きたいと思います。第2子玉ねぎ M、 集団ベータトルドレイン、お、ここでスーパーレア、ベリーコモンですね。ベリーレア D2J2 ウェンズマーです。集団デルタドルカバーワードスラップでした。今回当たったカードはプラチナワルスラー S とラストエクションオパーツ D2J2 ウェンズマーでした。あと今回もう一つお知らせがあります。今度質問の答えをするので質問募集をします。質問は3週間後に答えたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。